はい、皆さんおはようございます。宮の森です。今週から小学校も、夏休みが終わって始まる地域が出てきております。宮城県でも学校始まっております。北海道、今日はなんと熱中症アラートなんていうものが出てあらしいですよ。いや、北海道って言えばね、涼しいイメージがありましたけども、東京オリンピックがあった時に、いや、北海道涼しいからマラソンやろうってことで、北海道決まったんですけど、当時ね。その時に最高気温35度超えたんですよね。あれって話になった。で、東京はさ、東京の方は涼しかったんですよね。そう、そんなことが過去にありました。だから北海道でも、涼しいというわけではないということです。今日はね、北海道全域で熱中症アラートなるものが出ましたから、まあ、学校もなんか、小学校とか、4時間とか、結構短い時間で、終わるという学校もあるみたいですよ。うん。ちょっとニュース貼っときますけども。まあ、そういうことで、どこの地域もね、涼しい地域はないということになっております。まだまだこの暑いのが終わらないと。9月、10月、今日宮城県の天気予報の番組見てましたけど、10月ぐらいまでは、普通に暑いということです。要は平均の夏が10月まで伸びてしまうということになるわけですね。で、11月からどうなるのかって言ったら、普通の平年の、11月の気温になるということで、こう気温差がね、多分相当こう出るので、10月から11月にかけて結構体調悪くされる方が増えるかもしれません。まだまだ夏は終わらないようです。はい。本当にね、熱中症とか体調悪くなることもありますので、ぜひ皆様、水分補給、並びにね、塩分等々ね、取って、ゆっくり、寝て、そして、体調管理をしっかりするということをやっていただければと思います。よろしくお願いします。